それで例えばこう、あなたは男でしょうがね、高いところを来ますよね、こういうところをスムースにこう歌うっていう時になった時は、さっき言った言葉ですね、うん、例えばあなたは男でしょう、あな普通に読んであなたは男でしょ、あなたはあなたは男でしょ、こうなりますよね、あなたは男でしょ、あなたは男でしょ、今度は読み方をアクセント入れて読んです、あなたは男でしょ、あなたはあなたはってふうに変わっちゃうんです。これがだから言葉で歌うって話。だから普通に読んでいて、あなたは男でしょ、はい音程つけよう、あなたは男でしょ、これもいいんですよ、だけどメリハリはないんですよこいつには。そしたらあなたの何アクセントだな、じゃあちょっと読むときにあなの音をポイントにして、あなたは男でしょ、あなたは男でしょ、あなたは男って、こういうふうに流れがバーって出るわけですよ。こういうふうに歌えるようになると、今度はメリハリの効いたいい歌が歌える。だから高いからといって張り上げるとはそういうんじゃなくてね、言葉の扱いだから、あなたは男でしょって言ってるときに、別にあなたは男でしょって言ってるわけじゃないじゃないですか、読むときって。だから読むのをたくさんしとくと、そのままメロディーがついたときにすごく豊かできるんですよ。ところが歌を歌いながら、あーなーここでアクセントだよねなんて力入れちゃうと、今度は口ばっかり力入って、あーなーたはってこうなっちゃうかもしれないですよ。だから読むんですね、あなたは男でしょ、あなたは、あなたはこういうふうにね、だからスラッと終わっちゃいますよ。はいはい、そういうふうに考えると歌っていうのは楽ちんに歌えるってことですね。さあもう一回そこだけね、はい、控えめにし、あなた行ってみましょう、あなたは、あなたは男でしょ、はい OK です、その感じ、あなたは自然にこうなりますよ、あなたは、あなたは、こういうふうに、それがクリスチェンドってやつですね、なの音がね。そうすると、なじゃなくて、あが出てきて、そのあ、お母さんがすごく響いてくる。で、聞いてる方がすごく迫力感じるけど、うるさくないんですよ。子音なんですよ、うるさいの。うん、あなーって言って、ほら、怒鳴られてるみたい。あなーってやつは響いてるだけだから。ね、もっと極端に、あなーたは男、ほら、力は一切入れてるんですよ、口に。ほら、なーとか言ってるでしょ。あなたは男、これが腹からの声なんですよ、うん、その音を出してるのは全部お母さんボイなんですよ。だから子供が出しゃばったら腹からの声は出ないと思ったんです。だから極端に言うと、僕に言わせればお腹からの声っていうのはお母さんボイなんですよ、アイウェオなんですよ。そのアイウェオだけで歌ってみると分かりますよ、あーってもね、あ確かにそう、ね、うん、そうそうそう、そういうふうに響かせられることができるか。だから子供で頑張って音程を取ってるうちはなかなか出ないっていうことですよね。はい。